デーブ・グルーシンは、アメリカコロラド州リトルトン出身のジャズ・フュージョン、アダルト・コンテンポラリー及び、映画音楽を代表するピアニスト、編曲家、作曲家、プロデューサー。フュージョン、アダルト・コンテンポラリー、レーベル GRP レコード創設者の一人で社長を務めていた。1995年以降は、ソロ活動に身を置き、後にフィル・ラモーンの N に敬遠コーデット・ミュージックの、 設立にも参画。代表曲に、シドニー・ポラック監督映画、コンドルのテーマ曲、ウール、グロスバード監督映画、恋に落ちてのテーマ曲、マウンテンダンス、マーク・ライデル監督映画、黄昏のテーマ曲等がある。米国グラミー賞受賞10回、ノミネーション1回、アカデミー賞受賞1回、ノミネーション7回、ゴールデングローブ賞ノミネーション4回。なお、プロデューサーで、 キーボーディストのドングルーシンは実定にあたる。音楽一家の下で育ち、幼い頃から音楽を学んでいる。1956年コロラド大学音楽科を卒業後、閉園駅、除退後再びニューヨークで修学する。1960年代に入ると、アンディ・ウィリアムズ賞の音楽監督を務め、以後様々なドラマや映画に楽曲を提供していく。 この頃よりモダンジャズを演奏するようになる。1967年12月には、グルーシンが音楽の一部を担当した映画、卒業が公開され、同作のサウンドトラックアルバム、卒業、オリジナルサウンドトラックにより、グルーシンはポール・サイモンと共に、自身初となるグラミー賞受賞を果たした。1970年代に入ると、 クロスオーバーのムーブメントに乗りクインシー・ジョーンズやセルジオ・メンデスと共に活動の幅を広げる。ギタリストリー・リトナーやサックスプレイヤー渡辺貞夫とも共演を重ねる。1972年、元ドラム奏者でレコーディングエンジニアのラリー・ローゼンと独立系音楽制作事務所グルーシン・ローゼン・プロダクションズを共同設立。後日のヒットメーカーとしての好成績を上げた後、 1978年にアリスタレコードのディストリビューションの下、GRP レコードを設立。その後1983年に MCA にディストリビューションを移籍。そして1986年にモータウンやゲフィンなどと共に MCA に買収される。GRP レコードは米国でも最大手のフュージョン、アダルトコンテンポラリーレーベルの一つとなった。 1972年の GRP 設立以降、グルーシンは、パートナーのローゼンと共に、プロデューサーとして、アール・クルー、ノエル・ポインター、トム・ブラウン、デイブ・バレンティン、ボビー・ブルーム、横倉・博、パティ・オースティン、アンジェラ・ボフィル、ダイアン・シューア・トースータのアーティストを輩出した。リー・リトナーとの合作、ハーレ・クイン収録、アーリー・ AM アティトゥードで、 第28回グラミー賞ベストアレンジメント部門に受賞している。1988年には映画ミラグロ奇跡の地でアカデミー作曲賞も受賞している。同年にバークリー音楽大学より翌1989年には母校であるコロラド大学より名誉博士号を授与されている。1994年にトミー・リ・ピューマが MCA の取締役に就いたことから、 リピューマが GRP 社長に就任。その後ローゼンが会長を、グルーシンが副会長を務めている。なお、ビリー・ジョエルなどの作品で、グルーシンと関わりのあるフィル・ラモーンによる N2K エンコーデッド・ミュージックの設立にも関与し、グルーシンはラモーンの制作によるウェストサイド・ストーリーをリリースしている。2000年に再びリトナーとコラボレートし、クラシックをクロスオーバーした。 ツーワールズを発表。2008年にもこのクラシッククロスオーバーの企画の第2弾、アンペラを発表している。ありがとうございます。